スはイギリス発祥のスポーツで、世界185カ国でプレーされているスポーツになってます。プレイヤーは2人でボールを交互に打ち合って得点を競うスポーツになってます。ラケットは長さが68センチ以下と規定されています。重さはテニスラケットよりは軽いラケットになってます。ボールは黒いゴム製のボールを使用するんですけれども、最初は全然弾まなくて、打ってるうちにどんどん暖かくなって弾むようになってきます。小さいボールを使うので、20歳以下のジュニアの選手は必ずゴーグルみたいなアイガードをつけてプレーすることが義務付けられてます。3ゲーム選手の5ゲームスマッチで行われ、1ゲーム11点選手となります。10対10になってしまった場合は2点先取するまでラリーが続けられるので、長い試合だと1時間を超えるので、非常にハードなスポーツとなってます。まずこの中に両足もしくは片足を入れた状態でサーブを打ちます。真ん中のラインはサービスの時のみ使用するんですけれども、ラインより上、一番上のラインより下のどこかの部分に必ずボールを当てて、反対側のエリアの大きな箱の中にワンバウンド目を入れないとサーブはアウトになります。まず一番上のラインより上にボールが当たってしまうと相手の得点になってしまうエリアになります。で、一番下のラインも同じで、青い部分に当たってしまうと相手の得点となります。ティーポジションっていうんですけど、どこに行くのにも短い最短距離なので、ここに立てるようにすることで勝つ確率が高くなるっていう研究結果もあったりします。あとぶつかってしまったりだとか、相手に当たってしまうなって時に審判に対してアピールすることで、そのラリーのやり直しみたいな感じで判断が下されます。スカッシュの魅力は相手をどういうふうに動かしているかというところに注目するとすごく面白いと思います。最初はちょっと難しい部分もあるかもしれないんですけれども、慣れてくると誰でも簡単にラリーとかもできるようになるので、ハードに思わず始めていただければいいなと思います。